さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、インテルアーク A380 になります。え、インテル、アーク。はい、半年以上前から出る出ると噂だった、例のグラボになります。てかあんたまたこんなの買ったのね。あ、いやこれは。ということで今回は、発売されたばかりのインテルアークの最速開封レビューをやっていきたいと思います。買ってきて急いで撮影、編集をしているので誤字脱字などがあったらコメント欄で教えてください。また今回このインテルアークには様々な機能があるんですが、作成時間の都合で、そういったものは一切使用せず、ゲーム内の設定変更のみで計測させていただきましたのでご了承ください。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずこのインテルアーク A380 が一体何なのかから説明していきましょう。ちょうど昨年のグラボ価格が高騰化してた頃、安価なグラボが出ると噂されていたのがこちらのアークになります。あのグラボ高騰化は買いたくても買えないって人が多くて大変だったわよね。で、その頃、いろんな情報が出ていたのですが、結局このグラボが火を浴びることはありませんでした。で、2022年9月22日、突然販売が開始されました。値段は29,800円。値段が微妙すぎて買おうか30分くらい悩みました。なんで？ 29,800円のグラボとなると最近ではラデオンや G-Force もなかなか性能のいいものが買えるので。ああ、なるほど。ということでまずはアスロックの公式ページを見てみましょう。今回購入したのはアスロックのインテルアーク A380 チャレンジャー ITX6GB OC というモデルになります。インテルのグラボというと、1998年に登場した i740 以来のグラフィックボードらしいです。主なスペックはアーキテクチャが XeHPG、ベースクロック 2250MHz、メモリスピード 15.5GBps、メモリバス幅 96bit、ビデオメモリ波 GDDR66GB、GDP75W になります。スペックで言うとエントリー向けグラボになるかなと思います。G-Force で言うと GTX1630 や1650。ラデオンで言うと RX6400 あたりといい勝負になりそうですが、ここら辺はこの後実際に動かしてみてですかね。そしてこの A380 は補助電源コネクタが8ピン ×1 が必要になります。出力インターフェースは HDMI 2.0B×1、ディスプレイポート 2.0×3。API は DirectX12 Ultimate のほか、バルカン 1.3、OpenGL 4.6、OpenCL 3.0 をサポートし、Intel XMX エンジンによるアップスケール技術 XESS や、CPU 内蔵 GPU と連携する Intel Deep Link、ディスプレイ同期技術 Adaptive Sync を搭載しています。と、いろいろ書いたのですが、今回ここら辺は検証できておりません。他にも 0dB サイレントクーリングや 8K 解像度に対応しているみたいです。PCI Express 4.0 にも対応しております。スーパーアロイグラフィックスカードということで、ドクターモスやプレミアム 100A パワーチョークなどの特徴もあるみたいです。では次は開封をしていきましょう。シュララ。先ほどここまで開封をしたのでその続きからいきます。このアテンションシールを切って、グラボを取り出してみましょう。ということで、本体はこんな感じとなっております。カバー部分には透明なシールが貼られていました。持った感じ、かなり安っぽいというかちょっと3万円のグラボにしては、って感じはしました。グラボ以外には大切なお知らせと書かれた紙と、取扱説明書が入ってました。ではこのペリペリを剥がしていきましょう。はい、こちらなんですが、カバー部分はすべてプラスチックでできており、ヘアラインのような模様も入っております。裏面のバックプレートはありません。こちらが先ほど言った補助電源の8ピンですね。8ピンの補助電源って最大 150W まで対応なんですが、このグラボ、GDP75W なのになんで8ピンが必要なんだろう。こちらが出力ポートです。左から HDMI、DP、DP、DP となっております。では大きさを見ていきましょう。公式にはこのように書いてありました。まず幅から。公式の記載通り幅は 124.72mm でした。続いては厚さを見てみます。厚さは 34.55mm と公式よりちょっと小さいですね。
他の部分もそうなので、もしかしたらブラケットの厚さなのかもしれません。最後に長さも見てみます。長さは 180mm だったのでこちらも公式より小さいですね。このサイズならミニ ITX 専用ケースでも入るかと思います。せっかくなので重さも測ってみました。重さは 407g でした。シングルファンだし、サポートステイとかは必要ないですね。では検証器に取り付けて実際に動かしていきたいと思います。今回使う検証器はこちら。今回なんですが、CPU はあえてボトルネックが起きないようにインテルコア i9-12900K を使用しました。なのでグラボの力を存分に引き出してくれるでしょう。それではこちらに取り付けていきます。一番上のスロットは PCIe5.0 なので、このグラボが 4.0 対応なので問題もないと思います。ネジ止めも忘れずに。補助電源も忘れずにつけて。これで起動準備完了です。それでは実際に動かしてみましょう。シュラララ。ではまずはドライバーを入れていきます。インテル公式のページにすでにドライバーとソフトウェアがあるのでそちらをダウンロードとインストールしました。こちらがタスクマネージャーと GPU-Z になります。アイコン部分もしっかりインテルアーク仕様になっております。検証をする前にインテルグラボなしの電力も調べてみました。だいたい 50W 前後でした。続いてインテルグラボを乗せたアイドル時の電力。だいたい 70W 前後でした。最後にベンチマーク中の電力がこちら。だいたい 170W 前後となりました。グラボを乗せるだけでも 20W ぐらいは違うんですね。では検証スタート。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD で左から最高品質、高品質、標準品質となっております。アフターバーナーに GPU の温度表示がなかったので今回は省いております。では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。この結果なんですが、GTX1630 よりは全体的に高く、RX6500XT よりは低い、そんな感じですね。では続いてのゲームもやってみましょう。ファイナルファンタジー15。ではいつもの FF15 ベンチマークもやってみました。 FF14 ベンチマークに比べて全体的にかなり FPS が低いですね。では結果を見てみましょう。結果としては平均 FPS もかなり低く、 GTX1630 よりスコアが低かったです。 FF14 はアークの方が良かったのに不思議ですね。では次は実際のゲームもやってみました。モンスターハンターライズ。リプレイ再生がないので同じマップで同じモンスターと戦ってみました。グラフィック設定は左から高、中、低となっています。モンスターハンターは設定に応じて綺麗に FPS が分かれたので分かりやすいかもしれません。GTX1630 の平均 FPS も載せておきますが、グラフィック設定高と中はアークの方が高いんですが、低波 GTX1630 の方が高かった結果となりました。低で逆転するという面白い結果ですね。では次行ってみましょう。エルデンリング。エルデンリングもやってみました。久々にエルデンリングって重いゲームなんだなと思える結果になってます。どれも平均 FPS が40を切っており、ゲーム自体はできなくはないけど、といった印象でした。ただ、設定を変えているのに FPS がそこまで変わらないっていうのも不思議ですよね。こちらは GTX1630 でやったことがないので、参考記録はありません。ということで次。アークをやってほしいというコメントがあったのでやってみました。ただ私自身がアークをそんなにやったことがなかったので初期リスポーン地点をうろうろしただけなんですが、これもやはり重いなと感じれるゲームでした。グラフィック設定低でも 60fps を切っていたので、アークはちょっと厳しいかもしれません。アークでは次、フォートナイト。設定はフル HD のパフォーマンスモードで試してみました。ダイレクト X12 でも試してみたかったんですが、何回設定してもなぜかリプレイ再生が再生されなかったんですよね。
地上での平均 FPS は200を超えているので、フォートナイトは問題なくゲームをすることができるかなと思います。またこのゲームに至っては、GTX1630 よりも平均 FPS が出ていました。ゲームやソフトによって向き不向きがあるんですかね。では次行ってみましょう。Apex Legends。設定はフル HD、デフォルト設定と競技設定でやってみました。ただなぜかわからないんですが、デフォルト設定の方が FPS が高かったんですよね。普通は競技設定の方が FPS 高いのに不思議現象でした。訓練場での爆撃はどちらも60以上は出ていますね。GTX1630 より少し高いぐらいですかね。実際の戦場にも行ってみました。地面に降りたところで FPS 平均をリセットしてやりました。周りに敵がいたのでちょっとリセットのタイミングがずれましたが。ただどちらの設定でも100近くは出ている感じですかね。マップの広さや建物に入ると FPS が大きく変わるのであくまで参考程度に見てもらえればと思いますが、先ほどの白黒のエフェクトの時は、やはり FPS が大きく下がっているのがわかります。ゲーム自体は遊べなくはないですが、快適か、というともう一つな感じがしました。また競技設定だけですが、GTX1630 と比べると数値だけ見ればそこまで遜色ないかなと思います。性能的にもう一声欲しいところですね。しららら。はい、ということで今回は、みんなが期待をしていた、インテルグラボ、インテルアーク A380 を検証してみました。ただ今回の検証は、リザイザブルバーや、インテル XESS、インテルディープリンクなど試せなかったものもあるので、もしかしたらまだ化ける可能性もあるかもしれません。ここら辺に関しては少しずつ検証もしていこうと思っています。それ以外にもやってほしいことをいくつかコメントをもらったので、もし皆様の中でやってほしいことがあればぜひコメント欄に記載してください。で、あんた的にはインテルグラボはどうだったの？あくまで現状でのお話ですが、今回29,800円という価格で考えると、他のグラボを購入した方がいいかもしれません。これを買いに行った時に同じ値段で、ラデオン RX6600 が売っていたりしたので、まああとはもしかしたら今後ドライバーや対応ソフトなどが増えて、より良くなる可能性もゼロではないですが、そんな感じです。ということで今回はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、むしろインテルアークの人柱として良かったと思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。人柱って、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。